2014年に結婚し、年内に第1子を出産する予定の、後藤真希。妊娠8ヶ月での撮影では、衰えることを知らない圧倒的なる美しさと、お腹の中に新しい命を、祝しているという神聖さで、誰もが魅了されてしまうと、言っても決して過言ではないほど、バーバリー、プローサムやドリス版、ノッテンなどでスタイリッシュに、身を包みながらも、女性としての柔らかさが、漂い、同時に母となる強さも引き出されている。さらに紙面では、またにてフォト掲載のほか、微笑ましいエピソードなどを、交えながらの結婚したきっかけや、新婚生活について、そして母となる心境や、今後のライフスタイルなどを、インタビューで赤裸々に語っている。中学2年生、13歳でモーニング娘。の一員としてデビューし、アイドルとしてトップの人気を得たごっちん。彼女もまた、日本のアイドル史上と歴史を作り上げたレジェンドの一人である。最近では、料理についてのブログ記事が話題になっていることから、初のレシピ本の出版も発表されるなど、アイドルとして当時を一世風靡した以上に、大人の女性として、そして母として、幅広い年代から支持を得ている。